あ、死んじゃった。ごめん。黒い煙しばらく残るんだよな。やべ、タギーラだ。違う、タギーラか。タギーラがここに来たんだけど、やば。ほら、もっと撃させろ。わ、それはまずい。You piece of shit! You piece of shit! バサカーモード発動。うわあ！し。見たんかお前。スナイパーは高いところに行くって言うけど。1話でチュン、2話でチュチュン、3話揃えば牙を剥く。これを知っている人はおじさんです。いるわ。いた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 。ああ、これ俺がね、俺狙ってんだ、やっぱり。スカカだ。うん、そう。高く行き過ぎてんな。たまんねえな。
黙ったか。多分倒したか隠れたかのどっちかだと思う。まあ成果を確認しに行こうか。あ、倒したわ。スナイパー距離からピストルに殺される気持ちはどんな気持ち。よいしょ。最高じゃん、 T18 持ってるこいつ。絶命しちゃった。今度はヘッショじゃないぞ。今度はちゃんと絶命させたぞ。押し切ったくさ。押し切れんなや、この程度で。セットアップ5キルくらいにした方がいいんじゃねえの。ほとんどの人が苦しむぞ。大半の人が後半やると。遊んでんじゃねえよ。てか意外に明るいんだよね。てえな。今バーサーカーモード出たな。めっちゃ血出てる。2.48 は伸びてる。くそ。しかもめっちゃ血だらけなのね。当たったところ。弾速がクソ遅い。場所は分かった。
困ったな。スナスカにも狙われてる。よし、終わりました。セットアップ、持久力の勝利です。はあ、持久力エリートにした甲斐があったな。何年にもないけど。